こんにちは、松原美里です。今日も梅チャンネル、どうぞお付き合いください。梅チャンネルは、私松原美里が出会った子供ですとか社会ですとか、いろいろな関わりの中でいろんな人に支えていただいて今があるんですけれども、そういう中で感じたことや気づいたことを、出会ったいろんな人と分かち合いながら社会をこうつなげて、みんなが幸せに生きていけるような、そんな英知を分かち合う時間として配信をしております。で、主に保育、私が大事にしている世界観が、やっぱり子どもを中心とした大人の在り方だったり、あとは子どもが豊かに育っていくような、そういう社会づくりだったりというところが自分の中でのライフワークなんですね。ですので、今日は保育とコーチングという切り口でお話をしていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。はい、で、あ、そうか、はい、保育とコーチングということなんですけれども、コーチングというのを聞いたことはありますか？どうでしょう、なんとなく聞いたことありますよっていう方もいれば、聞いたことはあるけどなんだかよくわかんないっていう人もいるかもしれませんし、実際に私の講座の中で耳にして、そしてワークで体感をしてくださった方もいらっしゃるかもしれませんね。はい、で、いろんなところで私も保育者向けのコーチングのワークショップをやらせてもらったり、保育の先生たち向けの研修の中の一部にコーチングというコーナーを作ってやり取りをさせていただいてるんですけれども、すごくコーチングって豊かな世界観だなと思っていて、一人一人のその内側にある可能性に目を向けて、そこから現実の中で英知を引き出していくような、心の内側に火を灯す関わりだなということで、どんどん社会に広げていきたいなというふうに思ってます。で、まずですね、私とコーチングの出会いというところからお話をしていこうと思うんですけれども、もともと一番最初の出会いは、私が児童養護施設の職員をしている時にですね、当時保護者との関わりだったり、あとは子どもとのやり取りだったりっていう中で、一生懸命一生懸命思いを持って関わるんですけれども、例えば児童養護施設の子どもっていうのは、いろんな事情を親御さんがお持ちで、例えば虐待だったり、あとは親御さんが借金があって、そしてその借金を返済するために一生懸命働いているので、なのでその分働いている間は子どもを見ることができないので預かっている場所だったり、さまざまな母子家庭、父子家庭という事情がある中で、普段自分が見ることができないっていう何かがあるときに、そういう方たちが安心して働けるとか、生活の基盤を整え直すために、子どもたちが24時間365日大きなホームの中で生活をしている、それが児童養護施設なんですね。で、私はそこの職員としてお仕事をしてまして、そうですね、1999年に卒業して、2000年の6月頃からですね、児童養護施設に勤めましてね、で、6年弱ですね、そこでお仕事をさせてもらったんですけれども、その間にやっぱり子供と一緒に生活するのはすごい楽しかったんですね。で、じゃあそこでしている生活をね、もっともっと豊かにしていこうと思うときに、子供たちが一番やっぱり求めている存在っていうのが、やっぱり先生たち日々関わってくれるし、大切な存在で支えてくれている存在なんですけれども、一番はやっぱり保護者、親御さんの存在が大きかったんですね。で、親御さんはというふうに考えたときに、やっぱり思いを持って週末ごとに会いに来てくれる親御さんもいれば、月に1回ずつでもね、自分ができるペースで会いに来る方もいれば、なかなか自分の生活でいっぱいいっぱいで、子供が違うところで生活をしているということは、もうちょっと逆に言うと
手が離れた状態になるので、もう自分の人生の方にこう趣がいってしまって、なかなか子どもの方までその手が回らなくて、だんだん足が遠のいてしまう方も中にいらっしゃいましてね。で、私も担当を持って子どもたちと関わっていたんですけれども、そういう中で「どうして?」ってすごくもどかしい思いを感じている時期があったんですね。それはもちろん親御さんにも事情があって、もっと言ってしまうと親御さんの背景にも事情があって、で、例えばその親御さん自身も自分の親御さんからあんまりこう手厚く保育を受けていなかったり、愛された体験があんまり多くない場合もあって、一概に親御さんだけを責めるわけにはいかないんですけれども、私は子供が可愛すぎてですね、子供への思いがゆえにちょっと親御さんを責めるようなことをね、言ってしまう時期がありました。どうして来てくれないんですかって、あんなに約束をしてね、子供はすごく楽しみにして、この日のことをワク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 して楽しみにして待っていたのに、なのに何の気なしに約束を不意にする、それが3回続いてしまった時に、子供はどういう思いをしてると思ってるんですかっていうことで、結構きつく言ってしまったりってことがあったんですね。で、当時の私にとっては、来てほしいから、子供に会いに来てほしいから、そういうふうに思いをぶつけたんですけれども、結果的にはそれが逆効果で、実はそういったやり取りを通じて親御さんの子供への関心が遠のいていってしまう、足が遠のいていってしまう。で、私が連絡をすると、なんか私の着信を拒否されてしまうような、そういう事態も起こってしまったりして、どうしたらいいんだろうってすごく関わり方に悩んでしまう時期がありました。で、そういう中でどういうふうに関わってたらいいんだろうなって、で、本人が悩んでるのも分かっていたので、分かってるのになって、でもどうしたらいいんだろうなってすごく悩んでいたんですね。で、当時カウンセリングっていうやっぱり研修もありまして、私も心理学にすごく興味を持っていたので、いろんな本を読んだり研修に参加したり、で、そうする中で、もっとこう関わり方はいろいろできるんだろうかと思ってみたり、なんか保護者の方にね、カウンセリングを進めてみたりっていうこともあったんですけれども、結果的には私が期待しているような、こう一緒に未来を見ていきましょうっていう、そういう力強いアクションにはなかなかつながらなくてですね、残念なことに、なかなかやっぱりその自分の都合のいい現実を見てしまうっていうような結果があって、すごくがっかりしていたんですね。で、もっともっと何か大事なね、この未来を作っていくっていうところに、一緒に何かこう関われることってのはないんだろうか。例えばその背中を押すだけでもいいのかもしれないし、何かそういう内側に心に火を灯すようなことができないだろうかっていうふうに考えたんですね。そう思った時に、当時私、吉本ばななの本をずっと大好きで何度も読み返している中で、白川よ船っていう本があったんですね。その白川よ船の中に出てくるお話で、添い寝をするお仕事をするお姉さんのお話があったんですよ。ただ疲れたサラリーマンに添い寝をしてあげるだけ。けれども、添い寝をしてくれる、横にいてくれるだけで、その人はすごく元気になって帰っていくっていうお話だったんです。そのお話を読んだ後に、すごく私の中で、もしかして今その保護者にとって大切なのって、正しいことを言うとか、こうどうしてできないんですかっていうふうに、できない行動を責めたりするっていうよりも、ただその自分の人生に寄り添ってくれる存在、それがどういうことなのか私もよく分からなかったんですけれども、これでいいんだよって、そのまま一緒に未来作りましょうっていうような、後押しになるような存在を求めているんじゃないだろうかっていうふうに、その時なんとなく感じていたんです。で、そんな時にちょうど、そうですね、2002年頃でしょうかね、コーチングという言葉をたまたまテレビの特集で見つけたんです。で、それは電話でセッションをするというものだったんですけれども、ただお話を聞く
だけでその人が元気になっていって、でまた社会に出て自分のその力を発揮しやすくなるというお話でした。え、そんな都合のいい話あるの？って話聞くだけでっていうふうに最初は思ったんですけれども、すごく気になっちゃいましてね、どういうことなんだろうと思って、でコーチングっていう言葉を検索して、当時上から1番目2番目3番目ぐらいを検索する中で、実際にコーチの人にお金を払って、私自身がコーチングを受けるっていうことを体験したんですよ。そうですね、当時はまだ児童養護施設で中堅だったので、下の新人さんを育てながら上の先輩たちと調整を図りながら、そして一緒に園の会議をね、より良くしていくための何かをこう考えていったり、仕組み作りをしたりっていうような時期だったと思いますね。で、そういう中で、例えば時間が、私はギリギリ長いと物事に取り組めないギリギリ星人なんですけれどもね、今はそれだいぶ受け入れられてますが、当時はそんな自分が大嫌いで、いいのかな、ダメだ、絶対ダメに決まってるとか思ってですね、どうしたらいいのか分かんない。そういう時にちょっとセッションの中でお題に挙げてみて、で、何かヒントは見つからないだろうかっていうところで話をしてみたり、なんかすごく無駄が多く感じている会議、ただなんとなく聞くだけになってしまったり、終わりかけになって燃え始めて、結局時間がだらだら延長してしまって、子供が会議の間待ってるとか、なんだろうこの不毛な会議、もっとなんかできないんだろうかっていうふうに、すごくもどかしさを感じていたので、毎回テーマは自分が決めるんですけれども、そのテーマにその時々自分が気になっていることを挙げて、例えば少林寺拳法の昇段試験に向けて勉強が進まないけどどうしたらいいんだろうかとか、そんなようなことも取り上げて、で、自分で実際に前に進んでいくっていう体験をしていったんですね。はい。なんですけれども、ちょっと咳出るんでお水飲みますね。一つそこでね、問題があったんです。何かって言いますとね、私結構ネクラでね、悩むんですよ。思い悩むとぐじ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 悩むたちでね、でもどん底を打たないと這い上がれないって最近気づいてるんですけど、当時はそんな自分との付き合い方が分からなくって、それですごくこう悩んでいる自分が嫌でしょうがなかった。で、それを例えば当時は何だったかな、何かの編集時かなんかですね、確か私記録を書くのに字が汚すぎて嫌で、編集時を習ったのにはかどらないっていうのをテーマにしたんですよ、確かね。なんですけれども、それを葛藤を取り扱いたくってあげた時に、当時のコーチは私にこう言ったんです。その葛藤っていうのは心理学の領域だからコーチングでは扱えないよって、カウンセリングを受けたらいいよっていうふうに言ったんです。で、えって私正直その時に思ったんですね。それは何かっていうと、私はもともとコーチングを何のために受けたのかっていうと、保育の中で、それこそ子育て支援、保護者を支援する過程の中で、保護者の葛藤に寄り添いながら人生を作っていくサポートがしたかったんですよ。なのに自分自身の葛藤を挙げた時に取り扱ってくれないってどういうことなんだろうって思ってですね、そのコーチングのセッションそこでやめにしたんです。実は3ヶ月ぐらい続けていたんですけれどもね、まあ、私が求めてるのはこれじゃないかもしれないと思いました。で、当時、まあ、児童養護の仕事をしてましたのでね、まあ、いろんな全体会議の中で私は幼児の担当でしたが、小学生、中学生、高校生っていうのがいる中で、小学生の、ね、担当の先生たちの中でいじめの問題が勃発したんですよね。その時にふと、いじめってコーチングではどうやって取り扱うんだろうって思ったんです。それともまたこのテーマも葛藤は取り扱えないって言われちゃうのかなって、そんなこと思いながら、でも私はコーチングに望みを託したくて、解決できるんじゃないかなって、そうあってほしいなっていう願いを込めて、いじめコーチングっていうので検索をかけたんですね。また
そしたら、当時名古屋でコーチングを学んで、実際にそれを役立ててらっしゃる教育と、あと薬剤師のね、お仕事されてる方がいらっしゃったんですよね。PTA だったかな。はい。で、その方がいろんなことをブログで書いてらっしゃったので、勇気を出してメッセージを送りました。私、すごくコーチングに、こう、可能性を感じてるんですけど、でも、あるコーチからこういうようなことを言われてですね、自分でコーチングの可能性がどこにあるのかわからないんですって。あなたならどう捉えますか？もしもあなただったら、このいじめっていうのをコーチングでどう紐解きますか？っていうところで、なんかこう、投げかけたんですよね。で、そうした時に、その方から丁寧なお返事が返ってきまして、で、僕だったらこういうふうに捉えるよっていう観点とともに、もしかすると、あなたが受けたコーチングと、あなたが求めているコーチングはいろいろコーチングの業界でも学校があるんだけれども、ちょっとこっちと違うところなんじゃないかと。受けたところと、あなたが目指しているところは別のところなんじゃないかと思うよ。っていうふうにアドバイスをいただいたんです。で、何ですかって教えていただいて、そこで聞いたのが CTI ジャパンっていうコーチングのスクールの名前だったんですよ。で、どうしてそう思ったんですかっていうふうに聞いた時に、 CTI は人生全般と葛藤を取り扱うんだよっていうふうに教えていただいたんですね。で、もう私その当時ホームページでしか調べることできなかったんですけれども、 CTI って高かったんですよ。もうまず第一発目が、3日間のコーチングのワークショップ8万円でした。で、うわっ！って思いました。でも、よくよく考えてみたときに、私、長い人生の中で、ずっとこの疑問を持ちながら仕事をしていくって難しいなって思ったんですよ。なので、この疑問に向き合って、一回自分の人生の軸を見つめ直したいなって思ったんです。そこで、調べれば調べるほど CTI ジャパンって基礎、応用、資格コースってお金がかかります。で、当時私がその自分の軸に立ってこれからの人生を考えようって思った時に、コーチングと子育て支援や保育っていうところをやってる会社とか企業っていうのがなかったんですよ。ないってことは私が作るしかないのかってその時に思いましてね。で、起業ってどのぐらいかかるんですか？っていろんな人に聞いたら、とりあえず500万ぐらいかかるんじゃないの？ ざっくり教えてもらってですね、そんなにかかるんですか？っていうことで、コツコツと、実はそこからボーナスを貯め始めたんです。3年余りですね。まあ、毎月のお給料とボーナスと、で、まあ、当時の私の娯楽っていうのも、ボディーボードと少林寺だったので、そんなにお金かかんなかったんですよね。なので、まあ、必要最低限、食費とかはね、こう節約しながらも、お金を貯めていって、で、もう正直、CTI ジャパンはわからない世界でした。でも、こう、向き合うほどに、児童養護ってすごく、やりがいもあるし、そして深い世界で闇も抱えていて、子供たちのために、私やっぱり、転ぶ前の、怪我の予防になるようなことを、たくさんの家族にしていけたらいいなって思ったんですよ。もちろん怪我をした後のケアとして家庭に寄り添うっていうこと、児童養護は絶対に必要ですし意義があるけれども、怪我をする前のサポートができないだろうかということで、子育て支援やそして保育っていうのは後で私は気づいたんですけれどもね、そういったところでコーチングをやっていきたいというふうに思って、藁にもすがる思いで2004年の終わりに、はい、児童養護は、さ、違うな、2005年か、の終わりに児童養護を退職をして、そしてその年からですね、CTI ジャパンというところに、じゃん、飛び込みました。はい、こちらがそのコーチングバイブルという CTI ジャパンでやってるプログラムを本にしているものなんですけれども、だいぶ分厚いです。分厚いですし、とっても読み応えがあって、まるで哲学書のような本になっています。で、これだけ読むと、とっても奥が深くて、
修行の入り口のような感じで眠くなっちゃうかもしれません。でも一つ一つすごく内容が濃いので、実はコースを受講するとその意味が腑に落ちるんですよね。で、まあご興味ある方はぜひこちら読んでみていただきたいなって思うんですけれども、私はそんなわけで2005年から CTI のワークショップを受講し始めまして、基礎コース受講する時点で私はコーチになるんだと決めていました。で、実際にコーチングを受講しながら、まあアルバイトしながらね、最初は食いつないでいました。で、いろんなお仕事をする中で、そうですね、コーチングっていう学びをね、いろんな場面で試されることがたくさんあって、で、仲間内でもね、この学び自体が本当に意味があるものなのかどうなのか、もっと確認していきたい、世の中に問うていきたいっていう動きが出てきて、で、そこでカフェで気軽にコーチングが受けられるような場所を作って、そこでいろんな人にセッションをして社会の役に立てていこうっていうことで、カフェでコーチングっていうのを高田馬場にあるベンズカフェっていうところでみんなで始めました。当時9人のコーチで毎日交代でね、1週間2週間のイベントをやって、好評だったんで、それを1週間に1回木曜日だけ、いろんなコーチが2人組でこう交代でね、セッションに行く、で予約を入れてもらって、そこでセッションするっていうような形をとっていたんですけれども、そこですごくいろんな人の人生が変わっていく場面に立ち会って、やっぱりコーチングって素晴らしいなと思ったんです。で、実際にもっと確認したくて、私はコーチっていうのが世界にたくさんいるんですけれども、180カ国のコーチが集まっている世界コーチ会議というのに2年連続で参加をしました。参加資格はコーチングを学んでいたり、コーチングに興味がある人で、全部英語です。今思えばよく飛び込んだなって思うんですけれども、あの英語力でね、だと思うんですけれども、2007年はアメリカのロングビーチで、でその時英語で激震したので、そこから英語ね、すごい頑張ったり、あとそこで着物がすごく人気だったので、翌年は着物でみんなで参加しようって言って、日本人コーチに着付けのね、レッスンをやったりして、何人か7人ぐらいでね、翌年カナダのモントリオールでやったコーチ会議に着物で参加をしたりしてね、すごくそこでもやっぱりいろんな国のコーチが女性解放運動とか社会的な活動にコーチングを生かしてるのを目の当たりにして、そして CTI のね、代表の島村武さんが、当時代表だった武さんが、日本の文化とコーチングの共通点、その日本の文化の素晴らしさみたいなところをですね、世界に英語で発信をしていく、そういう文化会にも立ち会わせてもらって、素晴らしい感動を受けて帰ってきました。で、ますます私はコーチングというふうに思ったんですけれども、実際にはコーチングは私がやりたいことで、受けたい人っていうよりも私が届けたい人、家族、ね、今実際に子育てをしている家族の方たちは、コーチングっていう言葉にあんまり興味を示さないことが多かったんです。当時まだ2008年、2009年だったので、コーチングっていうのが家庭にまで浸透してない時期でもあったんですけれども、何かっていうと、受けたい人たちの欲しいと思っているもの、必要としているものと私が届けたいと思っているものが違ったんですね。家族の皆さんが欲しいと思っているのは、子育てをしている皆さんにとって大事なのは時間だったり、あとはその子供と向き合うやり取りのね、仕方だったり、どうやって仕事と家庭を両立させていくのか、自分の人生とどうやって折り合いつけていくのかっていうところだったりしたので、いろいろ悩んで模索をした結果、まずは自分の事業を立てるということで、梅花リレーションズっていうのを私は作って、子育てのコーチングもやってはいたんですけれども、プラスアルファでいくつかプロジェクトを立てていきました。その中の一つが、保育士向けのコーチングの、コーチングっていう名前を出さずに、コミュニケーションっていう切り口で、いろんな後輩とのやりとり、新人さんの困ってしまう場面とか、
職員同士のやり取りとかっていうふうにシチュエーションを切って、その中でいろんな切り口からコーチングとか心理学とか NLP とかそういうのを織り交ぜて、結果的にコーチングの一番の原則である、その人の内側に答えがあるよって、その答えにたどり着くような引き出す関わりを影でコーチングっていう形でやっていく講座を、保育士コミュニケーション講座っていう形で始めていったんです。それは何かっていうと、子育て世代の一番近くにいるのだあれ、その人たちが一番必要としていて支えにしているのだあれって言った時に、まさに保育園に通ってる人たちにしてみると、保育者がそのそばにいて支えてくれる大事なキーパーソンだっていうのに気づいたからです。で、やっていく中で保育士さんが日々忙しいけれども、保護者のやり取りで悩んでいたり、同僚とのやり取りで価値観が違って悩んでいたりするけれども、そこで元気になっていくと、いい笑顔になっていくと、現場に戻った時にその先にいる保護者や子どもや、そして職員同士でみんなが笑顔になれるようないい関わりをそこでできるんじゃないか、学びを役立てていただけるんじゃないかということでやり始めたんですね。で、だんだんそれやっていく中で、あ、いいね、いいねっていう形で少しずつ輪が広がっていって、で、当時、島根から保育士再就職支援の研修っていうのも私はご依頼をいただいて、それが外部でやる第一発目の研修になっていったんですけれども、再就職を検討している先生たち、どうしようかなって悩んでいる皆さんが、自分の人生の軸に立ち返った時に、どんなふうに子どもと関わっていきたいのか、どんな大人になってほしいのか、そこにあなたはどう関わりたいですかっていうふうに問いかけを投げる、これがコーチングなんですけれども、みんなに対してそれをやっていくことによって、心の内側に火が灯って、ああ、私やっぱり保育の現場で子どもに関わっていきたいって、そういうふうに思った時に再就職の一歩を踏み出す、そういう一歩になっていく、きっかけになっていくっていう講座だったんですね。なので、プログラムの上ではわからないけれども、具体的に中身を掘り下げていくと、実はほぼコーチングのエッセンスを散りばめて成り立っている講座でした。で、そういうのやり取りをしている中で、横浜の保育園の施設長をやりませんかっていう形でお声掛けをいただきまして、で、最初は私も新人さん、中堅さんはやってはいても、施設長っていきなりドーンって上なわけですよね。これはちょっと務まらない。まず自信もなかったですし、不安でした。で、いや、無理です、無理ですって言って、お断りをしていたんですけれども、で、いろいろこう、自分の人生の中で変化があったり、師匠や教えてくださるいろんな方たちとのやりとりの中で、私が一番目の前にある必要とされているところに背を向けて、で、振り向いてくれないものに対してすごくこう追いかけるっていう癖があるっていうのに気がついてですね、これはシステムシンキングの学びだったんですけどね。で、ああ、それもしかしたらこの施設長のお仕事も、子どもにも保護者にも保育者にも関わることができる理想的なお仕事で、しかも固定給ももらえるのに、なのに私は自信がないとか不安だとかそういう理由で断ることによって、シャットアウトしてるんじゃないかっていうふうにちょっと気づいてしまったんですね。これも怖いんですけど、コーチングの気づきってね、自分にとって痛いところに起こるんですよ。で、常に私もその時クライアント、個人的に5人抱えてましたので、クライアントに問いかけるんですね、コーチングで。どうなりたいですか？本当に大事なものは何ですか？何から目を背けてるんですか？とか、どんな声が聞こえるんですか？とかね。問いかければ問いかけるほど、問いかけてる声を誰が一番聞いてるのかっていうと、私が一番聞いてます。私の声を聞いてるのは私なんですよ。つまり、クライアントに問いかけるほどに自分に突き詰めるっていう怖い現象がコーチには起こるんです。ですので、コーチングのセッション以外の時間でも、
寝てる時もずっと私考えてるんですね。私は何を目指してるんだろう、どこに行きたいんだろう、何から目を背けてるんだろうって言った時に、これが怖いんですけどね、コーチングって気づいちゃうんですよ。一番恐れてるのは失敗だって。だけど、ここで施設長のお仕事から目を背けて、怖いのでいいです、やりません、やりませんって取り繕った時に、後々人生で後悔しないだろうかっていうふうに思ったんです。後悔しないだろうか。めちゃするよな。だって、あの時やればよかった、あの時怖いからって背を向けたのは私の弱虫だって気づいちゃってるんですから、もうすでに。そんなのもう今更取り繕えないんですよね。というわけで、すごく怖いんですけれども、お話聞かせてくださいっていうことで、お声かけくださった岩谷学園の当時の理事長にお話をして、ねえ、じゃあ大丈夫だよと、事務長をつけてあげるからねって、わかんないことは教えてあげるから大丈夫だよって言ってもらって、施設長のお仕事を受けることになりました。で、そこからなんですけれどもね、まず施設長のお仕事わからないので、いろいろ覚えていくっていうところ、何やっていいかわかんないんで、最初いるだけだったんですよ。でもそこから手探りしながらね、業務とか書類を見るとか日誌を見るとか、クラスにフォローに行ったり、延長会に出たりとか、会議に出たりとか、みんなで意見を出し合ったりとかするんですけども、一番これが私の仕事なんだっていうふうに気づいたのが、職員との関わりだったんですよ。施設長の一番の仕事は何かっていうと、書類を書くことじゃないんですね。職員の心を合わせていくこと、モチベーションを上げていくっていうことだったんです。もちろん主任はいますよ。で、リーダーさんっていうのは各クラスにもね、学年とかそれぞれいるんですけれども、係ごとにもね。主任さんは現場と施設長の間をつなぐんですけれども、施設長は学校法人が目指しているこっちの方向だよ、こっちの未来作るんだよっていう、にゃんにゃん、こっちですね。こっちに対して現場の気持ちをつなげていくような関わりをしていく。社会と、つまり未来や社会と現場をつなげていく、コネクトしていくような、コーディネートしていくような役割をするのが施設長だっていうことに気がついたんです。けれども、どうやって？誰も教えてくれません。で、みんな必死なんですもん。で、まずは面談っていうのをやることにしたんですね。もともと仕組みの中で、年に1回は職員に面談をやりましょうっていうのがあったんですけれども、それは来年どうするってやつですね。秋ぐらいになると、来年度どうですか、続けますか、やめますかって、そういうような話で面談をしていたんですけれども、まあ、私初めてのね、施設長だったこともあって、一人一人とまず信頼関係築こうと思って、で、4月5月の時点で、来年度どうなりたいですかっていうふうに全員にアンケートを取りました。これは自分で内省してもらうセルフコーチングだったんですよ、実は。来年度、今年度か、4月に入って研修計画立てるときに、どんな研修を受けたいですか、つまりどんな自分になりたいですか、今年は。そのためにどんな取り組みをしていきますか、どんな研修があったら嬉しいですかって言って、一人一人にちっちゃい紙ですけれどもね、書いてもらって回収したんですよ。これは前施設長はやっていなかったことなので、私の独断と偏見でやりました。でもね、仕組みとしてはやっぱりセルフコーチングなので、自分で考えます。考えて、そうだな、どうなりたいかなっていうのが出てくるわけですよね。聞かれないと人って考えないんですよ。だけど、聞かれると、そうだな、っていうふうに考えるんです。なので、考えて、じゃあ、こうしていこうっていうふうに考えたことをね、書いてくれたものをもとに、私は最初の初年度はわからないので、ご本人たちの意向そのままに、じゃあ研修計画立てようとか、
あとこう、まずは始まっていく中で、最初9月だったかな、10月だったかな、次年度どうしますかっていう面談をするわけなんですけれどもね。そこで、どうですかとかって聞くんですけど、最初みんなね、すごい不満だらけなんですよ。不満だらけで、で、それを聞いて、掃除がどうのこうのとか、あの人がどうだ、この人がこうだとか、一説を知らないかもしれないけど、こういうことが起こってるんですからね、とかね。もう言ってくれる人もいれば、いや、別にないです。特にないです。あ、はい、楽しく働いてます。全然思ってないんだろうなってことをね、しらっと言う人もいたりして、あ、この人本音出してないんだなっていうような感じもありました。で、そういう中で、やっぱり切り口になったのが、じゃあ、楽しくやってますっていうのはどういう感じですか？どんな時に楽しいって思いますか？って言って、面談ってすごいチャンスで、個別コーチングができるいいきっかけだったんですよ。なので、一人一人に対して、そう、ここで大事なのが、コーチングの中の理念でね、私がすごい大好きなのが、今この瞬間から作るっていう概念があるんですよね。基本的な理念で。今この瞬間から作る。何を作るのかっていうと、関係性を作っていく。今この瞬間からこの目の前の人と私で関係性を作っていく。別にありません。結構です。もう、あ、大丈夫です。あ、じゃあ、時間ないし忙しいからみんな立ち上がろうとするんですけど、あ、まあ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 、忙しいですよねって。せっかくだからね、ちょっと聞かせてもらえませんかって言うと、あ、何よ？どんな時に、ね、楽しいと思うんですかって言うと、そこでちょっと表情が変わってきて、あ、まあ、楽しいって思うのはやっぱ子供と一緒にいる時ですよね。書類とか超めんどくさいですけど、とか言ってね、言ってくるわけですよね。あ、そうなんですか。どんな時ですか、例えば？って言うと、そこですごく目が輝き始めて、子供とのエピソードを聞かせてくれて、あ、そうですか、って。いや、先生、やっぱり子供とのね、エピソード話してくださってる時、すごく表情が輝きますね。このお仕事大好きなんですね。大好きですよ、そりゃね。って、だからやってるんですよ。じゃないとやってらんないですよ。って言いながらも、そうなんですね。って、そこに先生の使命感とか、子供への愛とか、そういうものが見えましたよ。そんな風に、一つ一つのそのやりとりの中で見えた、その人の内側にある可能性とか、いいところとか強みとか、そういうのを言葉でフィードバックをしていくようにしました。フィードバックっていうのもコーチングの中で必ず使うことなんですけれども、相手を見て感じたことやその人の魅力を伝えていくんです。そうすると伝えられた方の人は「え？」って、やだ、そんなことあるかな、なったら嬉しいな、やだ、見ててくれたんですか？っていう形でですね、急にニコニコってすごい可愛い笑顔になるんです。これが若い方もいれば、お年上の方もいらっしゃれば、私部下が68、72までいましたので、その人たち一人一人に対して、やっぱり相手をリスペクトして、尊敬した上で、尊重した上で、一人一人の内側にある思いや答えを引き出していく。こうして関係性を作っていったっていうのが一番大きかったんです。そうすると、みんな少しずつ心を開いてくれるようになりますし、その面談の時だけじゃなくて、やっぱり日々の関わりが大事なんですよね。日々の中で、例えば掃除をね、すごく丁寧にやってくださってたら、ありがとうございますって。ね、いつもきれいにしてくださるから、お母さんたちも気持ちよく玄関からに入ってくることができますよとか、植えてくださったね、お花のおかげで子供たち立ち止まってね、お話してるんですよとかね。で、いつも丁寧にやってくださるからありがたいですとか、そんな風に感謝とか、あと、その人の大事にしている価値観をね、その人はお掃除も大好きなんですけど、物を直してくれたり、あと植木とかすごく得意でね、やりがいを感じてくださる方だったので、その人が大事にしていることを認知していく。認めて知らせて、知らせていく。その人が大事にしていることで、喜んでいる人がいるんですよって。あなたのおかげで人が喜んでいますよっていうのを知らせて伝えていくっていうことをね、やっていました。
そうすると日々のちっちゃな積み重ねなんですけれども、それが重なっていくときに、やっぱり少しずつ信頼関係の土台ができてきて、結構みんな本音でいろんなことを言ってくれるようになりました。で、ここでね、やっぱりもう一つコーチングの私の大好きな価値観があるんですけれども、それが人はもともと完璧な存在なんですよ。完全なね、ホールっていう存在なんですよと。で、人はもともと想像力を作っていくような力と、そして最知、英知に満ち溢れていて、欠けるところのない存在なんですよっていうね、概念があるんですよ。で、これはただ今は気づいていないだけ、気がつかない何かを今事情があって、そうなってしまってるだけなんだと。で、それが自分だっていうふうに思ってるだけなんだよっていう、ね、そういう概念があります。で、私たちはコーチングっていうコミュニケーションを通して、人手の物語っていうお話がとっても印象的なんですけれども、海から、ね、あるところで海岸を歩いてる人がいました。ただ海辺でね、一つの人手がね、打ち上げられてるのをせっせと返している人がいました。で、一つの人手なのでね、海に取り残されて、まあそれもしょうがないかもしれないけれども、返してあげてる。それはなんでって。なんでかっていうと、人手を海に返すことによって、またその人手っていうのは輝くでしょう。でもね、他にもたくさん人手が打ち上げられてるでしょう。そんな一つぐらいね、返したところで世界は変わらないよってある人が言うんです。そしたら、確かに一つでは世界は変わらないかもしれない。けれども、この人での運命は変わるよね。この人での人生は輝くよねって、そういうお話なんです。で、コーチングっていうのは、目の前の一人が輝くことを地道にしていく。そうする中で、その人が輝くと結果的に周りにいる人も輝いていきますよっていう。で、そういう輝きで満ち溢れた世界を作っていきましょう。だって人は可能性に満ち溢れてるんだからっていう、そういう考え方なんですね。で、私はそれまで、人はこうやっぱり困ったちゃんもいるし、こう本当に持て余しちゃうような人どうしたらいいんだろうってブチブチ陰で言ってしまうところもあったり、人に対して諦めていたり、もっと言うと自分に対しても諦めていた。自分の可能性が信じられずにいたっていうところがとても大きかったです。けれども、この概念に出会ってから、人って本当に可能性があるんだっていうことを、実際自分のセッションでクライアントさんに見せてもらいましたし、自分も CTI のコーチングをね、実際にコーチをつけて資格コース行く中で、自分も受けていって、人生がどんどん変化していくのを感じました。で、実は今もコーチをお願いしていて、月に1回ね、セッションを受けているんですけれども、その度に自分の内側から予期せないしない答えが出てくるんですよ。それに気がつく度に、ああ、まだまだ私可能性あるじゃんってワクワクするんです。で、こういうのをやってくれる人がそばにいたら、どんなに心強いんだろうなっていうふうに思っていたので、じゃあ私がそれを自分のところの職員にやっていこう。私が自分の職員の可能性を一番信じられる人であろうっていうふうに心に決めて、まあ、いろんなエキサイティングな出来事がありました。ね、やっぱり認定こども園に変わっていくっていうところだったので、例えば説明会を開いた時に、保護者からのクレームの嵐。なんで今子供園に変わるんですか？私たちを保育園に入れたくってここに入ったのに、なんで幼稚園にならなきゃいけないんですか？とかね。もうすごいこう、いっぱい言われて、それはね、皆さん不安がいっぱいあったからなんですけれども、当時私はすごく一気に自分の不安モードに入ってしまって、不安モードに入るとガードしたくなるのでね、こうガチでぶつかってしまってっていうことがあったんです。けれども、そういう時にも、保護者一人一人が実は答えを持っている。その不安をぶつけてきた
向こう側にどんな答えを持ってるんだろうっていうところに立ち返ると対話ができるんですよね。そうなんですね、そう思われるんですねって、でどんなふうに感じてるんですか、どうなっていったらいいと思いますかって、そのためにどんな選択していきますかっていうところですね。で、またやり取りも自分一人でやればいいっていうことではなくて、実はみんなで答えを作っていけばいいんだっていう、そこで言うと今この瞬間から職員みんなで作っていけばいい。普段から信頼関係を作っている先生たちとみんなで輪になって回答するところをね、一つずつ担当を決めていって、このか質問が来たらじゃあこの先生お願いしますね。だってこの先生詳しいから大丈夫ですよって聞いてみましょうね。ありがとうございますっていいこと言ってくださいましたねって。そうなんですよって。もっと補足するとこういうこともありますよ。どうですかって。そんな風にしていろんな人と一緒にこの瞬間から作っていくってことができるようになった時に、不安とか怖さっていうものがなくなっていったんですね。だってここには無限の可能性があって、可能性を持ったたくさんの職員がうちにはいるんだからっていうことで、何度も私はぶち当たって何度も悩んで、例えば同時期に3人の職員が妊娠しシフトに入れないっていうような事態になった時とか、あと新人がたくさん入ってくるよ、でベテランさんがいっぺんに辞めていくよってなった時とかも、その仕組みを作る時にやっぱり自分一人で考えてもね、可能性って私だけの可能性になっちゃうんですけども、職員がみんな可能性を持ってるんですよ。だったらみんなで考えよう、みんなに答えを一緒に作ってもらおうって思ってですね、来年たくさん新人入ってきて体制も変わってきますよと。で、皆さんどんな仕組みがあったら嬉しいですか？育成どんな風にしてたらいいんだろう？そのためにどんな風に準備をしてったらいいんでしょうねっていうのをみんなで職員会議で問いかけて、で、職員会議でグループコーチング、集団でコーチングをね、やったような感じで、みんなの答えを出してもらって、みんなの英知を集めて、そこで仕組み作って、育成のマニュアル作っていったり、あと、いなくなる職員も残していけるものがあるなら、とことん残していってくださいな、あなたのギフトを置いていってくださいなっていう形でですね、もう根こそぎ英知を置いていってもらってね、引き出させてもらってっていうこともあったりね、そんな風にもさせてもらいましたね。で、また大きかったのが、たくさんのね、職員がいて、32人ですかね。その中には、いろんなリソースを持ってる先生たちがいました。中には、福島で実際に被災された先生もいらっしゃいました。で、私実は、当時の園の避難訓練、甘々だなって思ってたんですよ。甘っちょろい。そう。避難訓練だよってみんな知ってるから準備をする。訓練の前にベビーカー用意しとく。それじゃ訓練の意味ないだろうがっていうふうに思ってたんですけれども、それを言うと、じゃあ先生どうするんですか？忙しいんですよとか言ってね、こうバーって言われちゃうので、ああ、今はまだ機が熟してないのかっていうふうに思って、無理やり変えると反発が来るので、まず最初はペーシングをしました。あ、そうなんですね。大変ですもんね。でもね、虎視眈々と木を狙ってたんですよ。いつだろう、この時期が来るのは。って思った時に、その時期がやってきたのは、まさにその福島の先生が職員として来てくださってから。実際のところね、先生はどう思います？って。この避難訓練、ぶっちゃけどう思います？で、実際に福島で体験した時のその感じを聞かせてもらえませんかって言ってお話を聞かせてもらったんですよ。そしたらですね、もう避難訓練全然意味ないってことが分かりました。で、ここでみんなにね、考えてもらおうと思って、避難訓練いつも通りやった後に先生に話をしてもらいました。どう思いました？って。先生の体験聞かせてもらえませんか？って。で、みんながその話をね、実は実際にはものすごい余震が繰り返し訪れていて、子どもたちを連れて園外に出るのがやっとでしたって、
準備なんて何もできないし、物は揺れて落ちるしって。で、園の、ね、柵の外では大人が阿鼻叫喚していて、もう本当にとんでもないけれども、ね、そんな中で自分たちが正気を保っていられたのは、子供を守るっていう強い使命があったからだと思いますっていうお話だったんですね。で、今もし訓練をするなら、こんな訓練では意味がないと思います。もっとするならば、いろんな想定だったり、いろんな時間帯だったりっていうのが必要だし、どういう、いつ来るかなんて誰にもわからない。だから、もっと逆に言うと手薄な状態の時にもやった方がいいと思うっていうようなお声掛けをいただいて、で、私は、いいこと言ってくださったなと思って、皆さんじゃあこれを機にね、どんな風に避難訓練の計画組んだらいいのかみんなで考えませんか？どんな時間帯が必要だと思います？その時に今みたいにベビーカー用意しとくってどうだと思います？実際にはこれじゃ対応できないですよね。どうしたらいいと思います？って言って、一人一人ね、気づきをね、得てもらえるような問いかけをしていきました。こうするよって無理やり私が引っ張るよりも、彼女のお話を聞いて、一人一人が感じたことが大事だったんです。その感じた気づき、反省したり、こう日常を見直してみたり、置き場所もこれじゃダメなんだろうなとか、ね、そんな風に思ってくれたり、あとは私も3.11その時保育園はっていうね、そういう DVD がすごくいいのがあるんですけれども、それを見て、みんなで職員会議で上映会をして、で、感じたことを出してもらって、それ踏まえた上で防犯とかね、そういう対策の係の先生と防犯計画を練り直していったり、防災計画を立て直していったりっていうことをしました。それはリソース、一人の先生が持っている資源、その人の体験とか豊かさっていうものがあって、たくさんのいいものを人って持ってるんですよ。で、そのものを生かしていく、引き出していくような関わりができると、その人も輝くし、周りも輝くよって、まさに人手のね、お話なんですよね。これもすごく印象的でした。で、そうですね、子供自身の関わりについて言うと、私たちの園もどっちかっていうと、ある程度流れが決まっていて、そこに子供を乗せていくような、ちょっと昭和な保育をね、やっている園でした。で、みんなそれをね、やっぱり疑問だとは最初は思っていなかったんですよ。というのは、社会が変化してきて、大人主体から子供主体に変わってきましたよって、そうなってはいたんですけれども、私たちの園はそこに全く対応ができていなかったんですよ。私は薄々感づいてたんですけれども、ちょっとこれ古いと思うよって、もっと先生がね、おもちゃを与えるんじゃなくて子供がっていうふうに言った時に、じゃあどうしたらいいって言うんですかって言って反発がすごい来てね、どうすればって言われてもみんなで考えないと答え出ないよなって思ってですね。で、そういう中でいろんな研修に行ってもらって、気づきを引き出していくっていうきっかけを作らせてもらったりとか、あとは子供がね、やっぱりいろんな場面の中で流れに乗らない子ってやっぱりいるわけですよね。で、そういう時に、先生もうお散歩に行けません、この子ってなって、あ、いいですよ、じゃあちょっと置いてってください、って、じゃあ私の方でね、ちょっと関わっていって、気が乗ったら行きますから、乗らなかったらここにいますから置いてってくださいって言って、ね、職員室に置いてってもらったんですけれども、その時にね、子供に関わっていくっていうところでは、今何が起こってるって、泣いてるのね、すごい泣いてるのねって、何が起こってるの、どんな気持ちなのって、あ、そうってこう、あって睨む感じなのねって、そうだよねって、ね、本当はまだ遊びたかったのかな、何したかったの、まだ靴下履きたくなかった、履きたくなかったんだ、そっか、じゃあどうしたい、何なんかしてる、そう、何々したいよね、じゃあいいよしてるかいって言うと、だんだんね、その子自身がそれを遊びをしたいけれども、他の子がいないことに気づくわけですよね。他の子がいない、私も外行く、そう、お外行く、じゃあどうする、靴下履く、あ、そう履く、いいよ、じゃあ靴下履いたらどうする、
ジャンバー着る、じゃあジャンバー着てね。子供は見てるわけですよね。見てますし分かってるので、そのタイミングで声をかけていって、じゃあ先生も靴履いてお散歩先連れてってあげようかって言って一緒に行くっていうようなことをやっていましたね。で、そういう中でその子供への関わりに対しても、その子供は全て完璧かっていうと、今いろんなことに気がついているというよりは、まだいろんなものを吸収して作っていく段階なので、全ての答えは持ってないかもしれません。けれども、今持っている気持ちの中に答えがあるとしたら、どういうふうにそこにアプローチしていくと心が動いていくんだろうなって、そんなことを考える中でいろんな関わりが見つかってきました。で、私も実験だと思って施設長でフォローに入ることがよくあったので、ちょくちょくね、そういう時によし実験組んだやってみようって言ってやってね、それを子どもスイッチコーチングっていう形で講座にもしてみたりしました。一筋縄ではいかないので、でもマニュアルはないんですよ、子どもへのコーチングに。大人が持ってきたい方向に子どもを誘導するのはコーチングではないんです。というよりも、子どもの中にやりたいこと、思いがあって、外的要因がいろいろある中で、ここを大事にしながら一緒にどこに向かっていこうか、こういう選択肢もあるし、みんなこうしてるし、あなたはどうしたい？どうしていきたい？この人に合わせて道を作っていく。それが子供に対してのコーチングなんだなっていうふうに思いました。子供と保育とコーチングってところですね。で、また先生たちの保育観に対してのコーチングっていう観点においても、本当はもっと時間にゆとり持ってやりたいんですよねって、なんか急かされるみたいですごい焦っちゃいますって、やりたいこといっぱいあるのに全然追いつかないしって言って、ボソってね、先生が言う時があったんですけれども、その時に「そうなのね、時間にゆとりがないって感じてるんだね、本当はどうなったらいいと思う？本当はどうなりたいの？理想の状態を引き出していく」。で、そうする中で、本当はもっとゆとり持って子供と関わりたいんですよ。だって私子供が好きで保育士になったのに、最近なんか叱ってばっかりで嫌なんです。そうですよね。じゃあもしできることがあるとしたら何できる？だって時間の制約あるじゃないですか。確かにあるよね。でもこうやらなきゃいけないって思ってるだけだとして、それ外せるとしたら何ができると思う？って考えていくと、でもご飯の時間がありますよね。でもそれ思い込みだとしたら、でもその後の時間が、でもそこももしずらせるとしたら何ができる？ずらせるとしたら、そうか、確かに2歳の子はこの時間までにご飯食べなきゃいけないわけじゃないですよね。もしかしたらあと5分ぐらい遅くしてもいいですか？いいですよ。もしかしたらその方がたくさん遊べてね、ご飯も食べやすくなるかもしれないし、寝るのもね、寝つきしやすくなるかもしれませんよね。なんていうふうに、先生たちにもそういうコーチングの関わりをしていくことで、本人がとらわれてる枠から解放されて、保育の可能性が広がっていくっていう現象をね、いくつも物語にしました。で、最後に、これが私が CTI のコーチングで大好きなところなんですけれども、人生全体を取り扱うっていう概念があるんですね。これまさに今の保育とか働き方っていうところにとっても大切なものだと思ってまして、それを感じたのは、職員が介護っていう課題に出会った時だったんです。介護、それまではバリバリと現役で働いてきた職員、リーダー級の先生たちですね。そういう先生が、先生、私来年度以降ちょっとパートになろうかと思うんですって。どうしたんですか？いや、実は母がちょっともう体が悪くて、私がやっぱり交代で行かないと病院も行けなくて、だからそういうのを考えると正職員だと迷惑かけるかなと思ってっておっしゃったんですね。それまで仕事の話っていうのを中心にはしてましたけれども、でも仕事だけが人間じゃないんですよ。
人って多面体でいろんな側面があって、でご家族、どんなご家族いますか、お子さん何歳ですか、ご家族は先生のお仕事どんなふうに思ってるんですかとか、どんなやり取りしてるんですかなんてね、人生全体の中で家族もひっくるめてお話を聞いてたんですけれども、介護のそのお話になった時に、やっぱりその先生だけじゃなくてみんなにとってもこれから起こり得る、出会うであろう出来事であり、お互い様だっていうことが分かったんですよね。でみんなでどうしましょうかって、こういうお話がね、実は先生から出てるんですって、先生たちどう思いますって、先生介護ってやっぱり波があるのよ、私も今ちょっと落ち着いてるけど少し前大変だった、そんなお話もあって、なるほどなるほどって、じゃあどういうふうにしていくといいんでしょうね、ちょっと今の時期だけちょっとこう減らしてみるとか、なんかそういう何かが起こった時に勤務の調整がつくようにするっていうのはどうなんでしょうねとか、そんなふうにしてみんなでお互いの人生を大事にし合いながら、結婚したいとか妊娠してね、でも子供生まれた後復帰したいとか、彼氏募集中とか、ね、お父さんの面倒見に大阪に帰るとか、いろんな人の人生全般をみんなで大事にし合いながら一緒に作っていくっていう風な職場にできた時に、保育も輝きましたし、先生たち一人一人も輝いて、人手が輝いたっていう、一つ一つの人手が輝くことによって、周りの子どもたちや保護者や家族がみんな輝いていくっていう循環が作れたのかなっていう風に思ってます。なので保育っていう切り口、なかなかコーチングと親和性が悪いんじゃないかっていうふうにね、他のコーチングの講義受けて、私保育にコーチングって合わないと思ってましたっていう方結構いらっしゃるんですけど、そんなことないですよ。いろんなコーチングのね原理があるんですけれども、それぞれの中に必ず真理はあって、入り口は様々なんですけれども、その中で私が一番大好きなのはこれですね。はい、本質的な変化を起こすコーチングバイブルっていうのを書いているね、 CTI ジャパンというコーチングの学校ですね。ここの概念を読んでいくと、なんかすごく人が大好きになりますし、保育に関わる人やいろんな人の可能性が見えてきて、やっぱり保育って人で成り立ってるんだなって、そんなことを改めて実感できるんじゃないかなというふうに思います。で実際ね、保育っていうところの中でもコーチングのワークいろいろやってますので、もし要望がありましたらお声掛けください。はい、で介護っていう切り口においては、私もその施設長をしている時にすごく実感しましたし、いろんなところに研修で行く中で出会った先生たち一人一人から、やっぱり自分の人生これから先何年保育士できるだろうって考えた時に、介護っていう課題と向き合うことがやっぱりあるんですよねっていうお話が出てきています。そんなわけで12月の3日にケア人っていうね、介護と自分の人生、そしてお仕事とかそういったものをねひっくるめた切り口から描き出した素敵な映画があるんですけども、その映画をトークショーでね、仕事そして人生そして介護ってところをつないで上映会とね一緒のイベントをやろうと思っています。ここでもね、ぜひいろんなこと一緒に考えていけたらと思いますので、またよかったらご一緒してくださいね。では今日はどうもありがとうございました。また来週。